はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラクエビルダーズ2パート15ですね、やっていきたいと思います。ビババンゴに大樹を破壊されてしまったので、まあそれをね、一から作りましょうということで、まずはね、大樹の樹皮だっけ、大木の樹皮か、これがね必要になるみたいなので、ちょっとリリパッドの巣に行って、まあ、それを持ってきましょうと。これはオークのトマト農園から行かなきゃダメか、まあ、こっからそう遠くないからワープじゃなくてこっから歩いてけってことだね。さて、じゃあまたトマト回収しよう。あ、ここのトマト刈り尽くしちゃったか。1個で、レベルはもうマックスなんで正直上げる必要はないですね。敵と戦う理由もあんまりないんで、素材以外は、まあ、基本無視でいきますか。で、あ、マンドリル、マンドリルも樹皮持ってなかったっけ。ちょっと倒してみるか。結構強いんだけどね、マンドリル弱かったあ、薬場の種、あ、こんなのいつの間に4つ持ってるけど。来た、た、あれあれあれ、 996？ え、なんで、ちょっと待って、これ回収して、待ってパニクってる。え、何これ、大木の樹皮これだよね。なんで996個も持ってんの。え、いつ手に入れた前回なんだろうけど、ちょっと動画を見直すのも。え、これだよね。え、じゃあここ意味なくね、帰ろうえ、帰るよ俺。え、これだよね。なんでこんないっぱい持ってんの。前回のなんかで多分手に入れたんだな、まあ、謎だけど。で、これをどうすんだっけ。なんか40個手に入れてるよ。もう40個持ってますぜ。おやすさん、おやすさんどこ行った。あ、こいついたいたいた、トマトでも眺めてんのか。大木の樹皮40個あればお手本部分の建材としては十分。40個集めて設計ケースの位置に全て置いてくれと。あ、40個置けってことね。これどこに置けばいいの。これでいいのかな、ここのところに。1、2、3、4、5、6、7、8、9。あ、これ全部置けば大丈夫かな。おい、あ、こっちもか。1、あ、間違えたー、あ、間違えた、間違えてないいや、これ作るの超大変そうだな。しかも階層が1階層だけじゃないかんね。で、よいしょよいしょと、これで、あれまだダメ、ちょっと待って、視点が、あれ、ここは関係ないよね。ここ違う。あ、待って、あ、これで36個か。36個の、え、2段階層目とか作んなきゃダメってか、わかんねえんだけど、これなんだ、なんとか切り、輪切り上昇。あ、これ今第1階層で、ここが第2階層かで、第2階層ここかな。あ、そうだね。で、ここは違うよね。あ、違う、いい、探してよ。第2階層を、じゃあ第2階層がどうなっていくか。第2階層ここだけか。で、第3階層がここだから、え、ここだね。あとは一回これやんなきゃいけないんだ。ん？どうなってる？ちょ、第2階層に行こう。自分の位置、今ここにいます、ここにいます、ここにいます。はここ違うね。そう、3階層が、いや、わかんねえ、ちょ、むずいんだけど本当に。待って、1階層、2階層目の、2階層目の
いや違うな、ここここ、まあ、ここだよここ。2階層目空中に浮いてんのこれ。浮いてねえわ。あ、浮けた。最初の40個浮いた。1個なんかちげえとこ浮いてるけど、このように置けばいいのか。いや俺も挑戦したけどね、よくわかったか。本当によくわかったお前。胎児を作るための素材集めてきた。収納箱を入れてくれてる。残りの大木の樹皮いらねえ。大木の樹皮とか、大木の葉はね全然ないからいるけど、大木の樹皮とかマジいらねえぞお前。あ、木の階段すげえ必要。いや申し訳ないけどポンペお前いらねえわ。あれポンペが葉っぱ集めてきたの、ヒースがあれか樹皮集めてきたのかな、わかんねえけど。ちょ見てみよう。いやある988、俺も955持ってるからね。なんだこれ。意味不明。294個も集めてきたのか、さすがだな。あーだいぶもう作ればいい感じだね。そうするとお前なんか自動生産するみたいなこと言ってなかったっけ。お主の建築を手伝うことができる。建材がなければ無理です。全てポンペたちが集めてきてくれた。回しして任せるがよい。ああ命の原木、これを持ってこなきゃいけないのか。よし達成。あでも設計図こうなってるけど畑は侵食されずに済みそうかな。ちょっともう一回見てみよう。我が輩に続け。ビルドに目覚めた。収納箱に入れておくと設計図の素材で作ってくれる。すげえ。ちょっと待って、え今どこにいるんだっけ。どういう向きだ。ちょこの向きにしよう。いや畑侵食されるギリギリされないよねこれ。よしミミズに話そう。おすげえ作ってる。かつてのビルダーさんが作った大樹は3色の花で彩られていた。花も大樹に力を与えていた。三色島と関係あるのかな。モンゾーラには大樹があった小島以外に3つの小島がある。3つ合わせて三色島と呼ばれている。僕の巣があった場所から東に行くとある岬から行ける。ワープを使ってオオネズミの丘。よしじゃあまあ行くか。これさマップ、こっちに行かないと開けない。オオネズミの丘に行って、これうねうねで中三色島に行きたい。ここから東へずっとまっすぐ、砂の道が途切れたら白い山を登って左、岬から風のマントルで飛ぶ。長老によろしく。こっちか。いや敵はもう正直どうでもいい。あドラキ倒そう。ゲッ、ドラキとキャベツの種持ってんだけど、ドラキ積極的に狩ろうじゃ。この砂が途切れたらこの山に登るのか。ほい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 。あこれってさ登れる。あ登れない。ちょっとさ行き方がわかんねえんだけど、普通に行きたいんだけど普通に。いやめんどくせえ。これなんかでもいっぱいあるとはいえすげえ使うからな。泥クライミングだなやっぱり。ここ、え
あっちから行くの。あ、宝箱ある。で、一回これで、ほい、痛い。宝箱を、え、なんだ、石の剣、今さらいらない。ここに石の剣があったよっていう。よし、このまま登っていって、登れないからクライミング使おう。はいはい。で、ここか。あ、見えるね。名薬の白き花、大地の安らぎ、安らぎは岬より先の地に。はい、これちょっとずつ加工してるんだよね、下に。お、あいつどうやってここに来たんだ。ネズミ族の島だ。人間じゃないか、よくこんなところまで来たな。いや、お前もな。長老様、人間ですって。人間が来やした。奥にいる長老様のところに行きな。話はそれからだ。パンクを。あれ、墓がある。でかいネズミがいる。よく来たな、人間よ。そなたビルダーであろう。わしにはわかる。ビルダーがこの地に来た。古い迷惑の種を渡す時が来た。かつて島に来て大樹を作った古のビルダー。3つの花で大樹に力を与えた。教団によって大樹が枯れた後、大ネズミ、リリパッド、人間の長老は一堂に集まり話し合った。人間の長老って誰、ちなみに。新たなビルダーが島を訪れ、大樹を復活させるその日のために花の種を保管しよう。じゃあ人間が今ちょっと不明だよね。地下、扉、あ、これ、ちょっと待って、ちょっと待って、開いて、そういうことね。白い花の種。ハーゴン教団が来て大地は枯れ、大地はみるみる腐っていた。はあはあはあ、はいはいはい。ここ、これだけ。でもさ、今さ、そもそもさ、空気が腐ってんだけど、本当に大丈夫？俺は根元から立つべきだと思うんだけどな、まずは。なんもなさそうだね。これだけかな。帰ろう。あー、なさそう。いや、めんどくさい。帰ろう。で、どれくらいできてる？げ、超できてるんだけど。なんだこいつら。が、畑に侵食してる。花ゲットしてきてよ。花の種か、ゲットしたのは。島では何があったんです？大ネズミの長老さん。いや、みんなってだから人間がわかんねえんだよ。人間の長老が白い花の種を咲かせよう。いや、だから命の原木もわかんないし、花育てなきゃダメ。どうすればいいのこれ、花って。いや、そう、しまってしまった。花の種だって貴重だよね。ちょっと取り出しとこう。え、草原に植えればいいの。草原なくなっちゃったけどね。家の前に草原があるから。げ、侵食してる。ちょっと植えてみる。1個、1個だけ。草原だったら大丈夫だよね。ここに植えてみよう。1個。水やりしてくれんのかな。まあ、まだ完成するまで待たなきゃダメ。こいつ寝てるし。で、こいつはどうせあれでしょ、で、かぼちゃ、トマト。あれ、ここトマトになってる？トマトだよっていうマークがついてなくね。トマトを指定した。あれ、さっきかぼちゃだよってマークになってたけどね。まあ大丈夫か、これで。いやー、頑張ってくれてんね。99% だよ、もう。
命の原木がないだよ。うるせえ、待ってろ。ちょっと待っててくれ。ここが侵食されてんだけど、まあ大丈夫か。じゃあ畑に行けるように、今更感はあるけど、石の階段を置こう。こっから行ってくれ、みんな。この畑には絶対みんなジャンプしていくよ。すげえシカトされるからな。あれ、ここら辺ってなんか作んなかったっけ。まあいいや。ちょっとは残ってる。ちょっとっていうかだいぶ残ってんな。ほうほうほう、すげえな。こんなん一人で作ろうとしたら相当大変だぞ。っていうか花、あ、咲いてる。これ買っていいかな。ダメだ。あれ、買ったらなくなっちゃったよ。え、なくなったよね。黒木材の壁、枯れた樹皮、命の原木。あれ、普通に持ってんだけど。ちょっと待って、なんでお前こんなとこで寝てんのか。え、じゃあちょっと先に命の原木置くか。どこだ、真ん中か。これをここ?ほい。おお、完成した。1か。そうか、1か、まだ。え ?32% ってことは3くらいまでありそうだ。みんな寝始めた。まあ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 、いいよ。話だけ聞こう。命の原木を置いた。1つ目の設計図が完成した。白い種を咲かせて、体重に力を与えよう。花を見るのは初めて。種を植える、あ、指定してくるんだ。ゲッ使っちゃったよ。そして刈り取ってしまったからね。で、種じゃあ置きますか。はい、置けません。ちょっと待って待って待って、はいはいはい、はいっと、はやっ。どうだ、ミミズ。白い花を咲かせた。お花ってすごく素敵です。お、これは?今の日、なんだかお花が輝いている。大地に力が宿った。立派なビルダーということ、ビルド町長。なんだこの強い力は。来るか敵が。あ、違った。おお、浄化されてるね。ドルトンが何か出したわけって。我が輩の秘めたる力、そんなわけねえだろ。新しい大地を完成させるための続きの設計図。簡単に書けるところがまたすげえよ。うわ、出た、完全に畑に侵食された。大地の設計図に。あー、でも上に行くだけか。すげえな、1084。すげえ使うわ。まあ、原木持ってるでしょ。ここら辺も多分集めてくれてるよね。頼んだぞみんな。ゴースト一応来るんだ。組み立てるための素材は全部ある。
よし、じゃあもう一つの種集めになるかな。ちょっとどっか行っちゃったよ。あれ、こいつこいつ。3種の種のうち2種類目の種。ワープで多くのトマト農園。湿地帯を抜けて東に岬がある。その先の小島に種がある。オークに聞いてみよう。さて、いやそんなことより、これまあいいや、置いとこう。花があるのも悪くない。とりあえずパンだな。ではまたオークのトマト農園に行きましょう。ワープ地点はもうこんなもんかね、この島は。さてオークさん、お話を聞かせてくださいな。話が早すぎる。湿地帯を東に抜けるとその向こうに三色島の一つがある。海にぶつかったら海に向かって左に歩いていけ。え、東って言ってた？こっちが南。あ、やっぱあっちの方に抜けんのか。トマト回収していこう。これオークが楽しみにしてたさ、トマトじゃないの？またこっちの方だね。てかリリパッドさん、なんか知らないのか、なんでオークに聞くんだ。ここのリリパッドに聞いた方がいいんじゃないか。で、海が見えて左に行ってどうのこうの。あ、この上、あの上から飛べってことかな。ほいほいほいと。あー、そこに看板が見える。うわ、村にババンゴの実が湧いた。ほっといていいかな。とりあえず今から帰るのはさすがにめんどくさい。上に登っていって、ほい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 。あー、あれ、あ、岬より、え、これでいいんだよね。ちょっと待ってね、あれ違う？目的地が、目的地がどこ？ここか。花の種を見つけよう。こっちじゃねえじゃん。これ大樹があったところか。え、ちょっと上から眺めよう、島を。あれかな。じゃあ、あれでも墓場島っぽくね。いいのかな。たださ、飛べばさ結構大丈夫なんだよね。危ねえ。被弾するとこだった。あ、ある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 。まず看板がここか。ほい、いてえ。黄色い花。じゃあここから行きますか。はい、ちょっとギリ。はい、っと、でここがアロインプが現れた。底なしの前につき遊泳禁止。え、倒せってこと？助けてくれー。一応話を聞こう。人間、あのアロインプどもを助けてくれ、助けてくれ、やっつけてくれ。いや、めんどくさ。ひょっこそ、いって、いって。シドは何をしている。氷を。どこだと、いた。まだ滑ってんの。ここにいるんだけどな。上か。シド、お前サボってんじゃねえよ。あ、いた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 。くそ、しびれ、マジで鬱陶しい。俺たちの島だぞって。そうなの？
つまり俺は侵略者か、ま、アローインプからすればねそうかもしれないよね。俺は正しいことをしているつもりでも奴らの視点から見れば俺たちが侵略者だから。しかし人はそうやって生きていくものはどこだと。こっち誰、大したことないのか。ん、どこだ。あ、上にいたな。いた。よし、あと1匹がわからん。あそこか、見つけた。シド、マジ何の役にも立ってねえな今回。まあ、まずは矢を解除して、いや行くぞじゃねえよ。美味しいところだけ持ってきやがって。オンに切るぜ。さあこちら、すげえ声量だな。あ、山の上まで聞こえるとは。リリパット族の島だ。ハーゴン教団の息がかかった連中、どうしてこの島に。いや花が欲しいんだよ。そんな簡単に信じていいの。実はハーゴン教団の人間かもしれないじゃん。よし、黄色の花の種をゲット。まあ、ここもこれだけだよね多分。リリパットに話を聞いてから戻って、話を聞く必要あるの。あ、ビルダーのせいにした。こう開けとこう、ちょっと邪魔なんだけど。閉じられるからね。しかも俺逆から開けたんだ。まあいいや。パッと見、パッと見はもうないから、うん、帰ろう。よし、拠点。で、ちょっと待ってね、ババンゴの実がなったって言ってたよね。どこだ、わかるか場所で。わかんない、全然わかんないんだけど、どこになったんだ。さすがに大樹のところになったとは思えないからな。だいたい畑あたりとかにありそうな気はするんだけど。ハートがだいぶ溜まってるよね。あ、ここら辺すげえ腐ってんな。あー、めっちゃ腐ってるわ。やられたんだな、あの風に。ここさ1段空いてんだけど。待って、ババンコの実が気になる。どこだ。トマト農園結構やられてんな。いやガチでわかんねえ。まあいっか、とりあえず上登ってまたあれをセットしろってことでしょ。ここだな。もはや何も見ずやる。はい。完成。でさらにここにさっきの種を植える。パターンは見切った。はい、先回り。あれ違う。離さないとダメ。ミミズ植えたぞ。見つけてきてくれたどころかもう植えた。大樹に力を与える方法、花以外にも方法がある。全ての実りを集めたものが必要。
や現場置いたよ。よし、連中が手を出してこないのが気になる。いつものやり方、一時の希望を与え、もうすぐなんとかなると思わせる。そこを一気に潰してより深い絶望を与える。まあ、上等手段だね。体重作りを進めましょう。もう植えた植えた植えた。いや植えました。やったやった黄色い花こっからと見えない。さてここでまた大樹の力が、え、待って待って待って、強まってなくない？あんまり。あ、これで強まるか。よしよしよし、まだ村中に行き渡ってないからね。わずかに鎖風を押し返した。てっぺんの部分を使えば大樹の完成。最後か。あれ、キャベツ畑に花が咲いてんだけど。設計図3。まあ、ブロックはね、だから大丈夫だから、みんなが集めてきてるから、その間に種を探しに行く。ただ最後の種だけがわからない。素材は全部収納箱に入っている。5種類の作物のことでした。いやそれはそうでしょう特別な道具を使って大樹にあげればとてつもない力を宿せる。お教えしますって、こいつすげえな、なんで知ってんだ。でレシピ、風の雫、消費アイテムって書いてある。始まりの一葉と野菜で作った雫。あ、間違えた、こいつに話しちゃったよ。ドルトンの方に話すのか。周りにきれいな水を流し入れる必要がある。水も泥水ではいかん。まあそりゃそうだね。湿地帯の地下深くに湧いている。乾きの壺で汲んでくる。トマト好きの多く。ああ種じゃない、今度水か。パターンを変えてきたな。ちょっとな、腹がよく減るな。まあでも野菜もあるし、野菜っていうか野菜炒めみたいなやつ。ここら辺は相変わらずの腐った風が吹いてんね綺麗な水でも探してそうな顔しやがって、どういう顔だ。湿地帯の地下に綺麗な水。南の沼地の高くなった場所に人間語で書かれた看板がある。読んでみると手がかりになるかもしれないと。なるほど、あそこか、行くか。はい、最近よく高いところに行かされんな。ちょ、よし、ここから飛び込み危険。しかし飛び込みの恐怖を超えた先に求めるものはある。
立ってる位置が妙。この先に何かあるみたい。てか誰が立てたの本当に。まあいいや、行こう。おー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 おおお。これ綺麗な水。ちょっと待って、ちょっと怪しいな。壊せる。もうちょっと奥に行ってみよう。ああ、待って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 、あ、これか。うん、この水青っぽい。よし、汲むか。じゃあ、はい、水を手に入れた。綺麗な水。あとのことは俺は知らないって。よし、じゃあこれでいいかな。割と早かったな。結構お使い芸になってんな今。まだ 83% か。もうちょい頑張ってくれ。こいつ何してんの。なんでこんなところで作ってんの。水を流し込んでくれってどこへ。4箇所に汲んできた水を流し込んでくれと。はいはいはい。それはもう出来上がってんの。あ、どこ。ここ？おうおうおう、いけた。あとどこ？お、作ってる作ってる。流し込む場所まだできてねえじゃん。あ、できてきてできてきた。いや、すげえな。頑張れ頑張れ。飲み行こう。よし、いける。これ流し込んだね。だとここ。で、あと一箇所が下か？ちょっと作りかけでまだわかんねえんだけど。これ腹の部分でしょ？なんかこっちに水が垂れ流されてんだけど。なんだこれ。あ、そういう、でもそういうあれか。ちょっとミミズ、お前は種か、教えてくれ。風の雫をひらめいた。ちげえし。始まりの一葉。最後の種。湿地帯を西に進むと小さな岬、その先にありますと。オオネズミに聞いてみてね。はい。あ、これはもうこういうあれなんて。なんか水流れ込んでるけど、ちょっとこれどう、なんか変な形になっちゃったんだけど。で、4箇所に流してくれって言ってるから、もう1箇所だね。あ、ここか。はいはいはい。ジョバーっと。よし、オッケー。ドルトンどこ行った、あいつ。あ、あっちかな。じゃあ、アルミミズだ。人を探すのが大変なんだけど。おお、超ダメージ食らった。いや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 、待って待って待って、なんかもはやここら辺ぐっちゃぐっちゃだな。知事として、兄貴として、母として、なんだそれ。空っぽ島に行こうと思う。ここはじゃあ農民に任せるってことか、みんな。
ちょっと待って、種を先にもう持ってこよう。どうせ必要になるから。で、湿地帯に行けって言ってたな。いい風が吹いている気もする。西に西にずっと進む。人間の長老が羽を隠した。南だからこっちか。まあ、とりあえずダッシュで行こう。敵はもう全部鹿と。あれ、南に行けって言ってたの？どっちに行けって言ったっけ？もう一回話を聞こう。っていうか、マップの通りに行けばいいんだ。じゃあこっちだ、西だった。間違えた。あそこに油があるけど、まあいいや。で、この上、場所的にはっぽいよね。はいはいはい。とりあえずもうこれで進んでいこう。キメラか。まあ、キメラはちょっと倒す。シド頼むぞ。あれ、高いところには来たけど、もうちょっとあっちか。看板らしきものはないね。もうちょっと向こうに行かなきゃダメか。いや、でも位置的にはあそこだな。どっから飛ぶか。やっぱあっちから飛ぼう。まず一回こっからもう飛んでいく。で、上に登っていって、よし。で、あそこか。結構遠いな。一番高いところって、まあここら辺になるよね。はい、間に合え。いけるか。余裕でいけそう。 OK。 指導がどっか行ってしまったけど、よいしょよいしょと。で、桃色の花は生命のきらめき、岬より先の地。こっから先？あっちか。さらに先か。なるほど、二段構えだな。そうやって考えるとめっちゃ広いな、この島。ほい。で、そっから下へ行くか。ダンジョンの音楽になった。ドラクエ5のダンジョンの音楽だな、これ。げ、アリがいる。倒しとくよ、一応。ああ、呼んでんな。はい。小麦の種はね、すげえ大量に手に入るんだよね。さて、OK。ただここはヒントが少ないからね、どこへ行けばいいか。また、あ、ハテナがいる。ちょっとレベルがね、もう上がらないっていうところが、戦闘する気をちょっとなくす。
金稼ぎにもなるし、倒していきますか。でも経験値って繰り越しにならないのかな。要はその経験値っていうかレベルの上限がアップしたらさ、今まで貯めた経験値が全部加算されるみたいな、それだったらいいんだけどね。ビルドのハートはそんな感じだよね多分。貯めてて、そのお宝箱がある。あ、スライムがいる。あ、肥料10個、結構おいしいな。死んでいる人よ。死んでしまったか。種を受け取りに来ましたよ。人間が住んでいた。ずっと昔に死んじゃった。人間の寿命は魔物より短い。ってか魔物ってどれくらい生きんの。その人間に頼まれて君みたいな人間を待っていた。花の種は滝の裏に隠してある。こいつはみんな簡単に信じる。墓荒らししてみる。ちょっとガス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 もうもはやあれか、これも腐ってるか。白骨すら買った。城の壁、これは、いやマジかてえわ。ドンハーン、ダメ、硬すぎる。あ、これキンキンキンじゃん。城の壁、ちょ待って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 、城の壁の代わりに泥あげるよ。なんかこの水すげえ色してんな、大丈夫か。滝の裏、ああここね。あれあれ、ちょ待って、手に入れたと思ったら手に入れてなかった。これで3つ。スライムに話を聞いてみよう。あんまりさ話聞く意味なくない、毎回毎回。あ、みんな文句言って。おお、土の岩、新しいビルダーに3つの羽を、花の種を渡す。部外者だな。皮肉って言うんでしょ。次の島に渡った。これは、あ、壊せそう。ちょっと柱回収していくか。はい、城の大柱。ここら辺って全部お城の壁か。ちょっともらってきますね、5個。まあ、これだけの数だったら大して意味ないからね。もういいや、帰ろう。例によってなんとなく覗いて、まあ、少なくありそうだな、右上。まあいいか、帰ろう。さて、ではではでは、また上に登っていきますか。歩いて。もう 99% 完成してるね。残りの最後、例によってここに、これを置いて。違う、あれ、あ、6個、え、6個、ちょちょ、6、ちげえ、やられた、騙された、くそー。ここに置くのか。ここでもねえし。くそ、なんてこった。ちょっと置くの難しいんですけど。はい、設計図3完成で、また花を植えてだよね。あれ、花を植えたいんです。眠いですわ、もう夜だからね。あいつ水に浸かってんな。いにしえのビルダーが来て大樹を作るまでこの島には何もなかった。
くさんの争いが起きた。なるほどね。なかなか指導すげえこと言うな。で、種は例によってここでいいんだよね。隣に桃色の種4つ。これ、はい。で、植えて、ミミズも寝てんな。夜にすまんねえ、みんな。徹夜作業で、申し訳ない。花も3つ揃った。夢を諦めちゃいけない。夢うるさいやつら。さて、そうすると戦闘かな。やつらが来て、来るか。あれ違う風か。これで新しい体重が完成。最初の体重よりめちゃでけえな。底知れない可能性を感じる。風の雫の出番。あ、これね。始まりの一箱ない。そうなんだよね。あー、ビババンゴが持っている。やるしかない。来るか。来たね。敵が攻めてくる。これこっから飛び降りて大丈夫かな。あ、風のマントで飛び降りよう。こうやって、はいはいはい、いて、ゴー食らった。このさ、水の流れ方マジ嫌なんだけどまあいいや、戦闘だ。ちょっと待ってね。まあまず飯を食おう。よし、腹は満タン。そこから、まあ、薬草は今ある分で大丈夫だね。ちょっと整頓して、2つ、余裕だな。肥料ちょっと1回下げよう。ビバ番号の軍勢が攻めてきた。問題ない。まずは配下の魔物か。まあ、壊されないようにしないとね。攻めてくるところは1箇所だけだから今のところ楽だな。はい。おおおお、あ、寝ちゃったよ。ほほ、壊れる。マンドリルが意外にね、強いんだよね。よし、そうそう、ために入ろう。出てきたところをまず、あれみんなどこ行った。早くやっつけてくれ。待機。あ、来た。はいはい、体がしびれたけど俺は一人でゴリ押す。さすがにこれは危険。51って指導がめちゃ強えな。はい、食らったけどしょうがない。はい、よし、そうそう、またために入ろう。あ、しまった。これ段差が変わるとね、ダメだからね。はいはい、これ効率いいな。一発殴って、はい、いていていて、
あ、しびれるとね、ためが解除されちゃうんだよね、しびれてる間に。しびれが治るまでちょっと、あとは魔導士か。ちょっと一回約束を、よしで、ために入ろう。俺も結構侵入されてんね。45書いてあんじゃん、モンスター数。はい、回転切り何でも使えんな。よし、やばいやばいやばい、ちょっと待って、もう薬草がないぞ。あと飯を食ってなんとか体力を回復するしかない。一応これでザコモンスターは終了か。50分のもう52だからね、これで。あとはボスが出てくるかどうか。バトルコンプリートしたけど、どうなんだ、敵が攻めてくる。薬草をちょっと作るか。さすがに0個っていうのはきついよね。始まりの、ああそっか、あれか、薬、まあ2つ、ちょっと1個しか作んなかった。まあ薬草2つあれば多分大丈夫、今までの戦闘からして。よし、待って、俺減ってない？オーケー、準備完了。あいつ分身してんの、水で。いよいよ大詰めだね。来るか。すげえ、すげえ邪悪な木だ。ビバ番号、破壊のしがいがある。拠点を壊そうとしている。おおお、待って、ちょ待って、やばくね。耐久力すげえ減ってんだけど。え、どこ行った？あの図体で何度も転がってたら体重が壊されちまう。ちっちゃな壁を作ったぐらいじゃ防ぎきれない。やつを止める方法。さてどうする、とりあえず、あれ、なんか食ってる、これは、え、なになになに、あ、待ってバナナ。え、これわけわかんない。いや、あいつに行こう、挑発してるから今のうちにぶった切る。怪我ないか、ない。汚い皮を撒き散らしやがって。あれを使えば奴の動きを止められるかもしれない。あ、なるほど、なるほども何もないけどさ。ここ、よしよしよし、今がチャンス。これはもうひたすら、すげえ減った。いやー、半分は減らないか。ちょっと待って、だいたいここら辺に来るね。はい、で手下を倒して、その間にやつはバナナを食うわけだ。一目と回復してるバナナ食ってる間だったらちょっと厄介。やつのヒットポイントに注力しよう。回復してなさそう、大丈夫だな。よし、 OK、 倒した。
さて、多分ここ来るよね。パターン変えてきた。ここら辺よし、さあ行け。もう一回かかるな、これは。もう二回はちょっと勘弁だな。いや、もう今のうちに投げ方ろ。ギリだな。いや、今のうち当たる当たる当たる。ちょっとでも当たる。はい、農民結構強えな。全然パワー減ってない。一個こう、よし、骸骨は勝たした。この骸骨剣士全然減ってねえじゃん。みんなでやれば速攻で殺せるからな。でもバナナを持とう。怒り出した。やめてほしいんだけど。おおお、なんで逃げろみんな。なんでその場で止まってんだお前ら。さらに怒り出した。で俺が引きつけろってこと。ひどくない。なんなのあの農民たち。お前ら暗い、そこで。さてローリングの位置を見極めよう。あ、ここ。何、違う。どうだ。ん、何フェイントをかけてきている。進みそこまで速くないからね。はい、よし、これで決まりだ。しかもさ、転んだ時にダメージ当たるんだ。いや、これで決めたい。よし、 OK。 いや、これはあれだね、マギールとさ、ビババンゴの実力の差はかけ離れてるね。総督副総督とはいえ全然格が違うわ。始まりの一波ゲット。いや、結構つらかったね。死者が出なかっただけでもすごいよ。でも、うん、ちっちゃな歯。まあ、でもそこまで、ここのキビ畑くらいでしょ。赤石ゲー。泥から変わってんだけど。あ、種がもう相当なくなっちゃったね。始まりの一葉が手に入った。風の雫を作れる。キャベツ3個、小麦3個、キビ3個、トマト3個、かぼちゃ3個。へそくりだったな。へそくりを投入してきた。ではではでは、作りますか、これ。じゃ、1個ずつでいいじゃん。で、ちょっと整頓して、あった、これか。あ、とりあえずこれでいいや。これをどこにやれって。あ、もうこれは完成した。風の雫できました。目印の場所に掲げてください。どうせ一番上でしょ。待って、
あれ、ここ？あ、ここだよね。やっぱ一番上。はい。一気に育ったんだけど。てか今畑からさ、泥水が流れ出てなかった？おお、一気に戻ったね。モンゾーラに緑が戻った。完全制覇。若きビルダーよ、モンゾーラの新たな大樹として完成させてくれた。悪しき風は闇、島に恵みの風が吹く。ものづくりに感謝します。ささやかな宴が開かれた。そして夜が明けた。みんなこの畑、サトウキビ畑にさ集合するからね。みんなこう泥水に浸かってるから。蝶々になることだ。まだ蝶々になってなかったのか。そうだね、まあ、とりあえず大樹完成しましたということで、もうちょっとここら辺の地形がさぐっちゃぐっちゃになっちゃってるんだけど、水が溢れててトマト農園に微妙に侵食してきてるからね。まあちょっとここにもさ木がブランコとか当たるでしょこれ、大樹に。乗りづらそう。ここもさ直に流れてきてるからな。まあいいや。とりあえず、じゃあ大樹完成しましたということで、今回はこれで終了して、次回また続きをやっていこうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。